Now I know I've got a heart of gold もう何も怖くないの探してみた inside 情熱 let it be my guide 確かに見えた light It's beating, beating, beating so fast 福岡に到着しました。何をしに来ましたか。今日はファンミーティングの福岡イン福岡でイエーイ。はい、ファミは明日なんですけれども、前日から福岡にインしております。初ファンミということでどうですか。めちゃめちゃ楽しみです。イエーイ。今回もね、ファンミの裏側にこの Vlog も、はい、突撃突入して、はい、いろいろお送りしていくので最後までご覧ください。ご覧ください。福岡におるけん、おるけん、福岡におるけん、福岡ファンミーティング頑張ります。乾杯イエイ。福岡に乾杯。チャーン。 TGC 熊本からちょっとハマりつつある。バサシバサシネイルバサシネイル見せてやばい。バサシネイル嬉しくない嫌だとも言えないし、イエーイとも言えない。バサシネイルです。バサシネイルです。美味しいね。ということでファミをバサシネイルでいきます。バサシネイル。It smells so good. おお。溺れてる。チキンが。チキンが溺れてる。もう早く食べたし、カメラがどんどん近づいてる。うまーこれマジで、マジで美味しい。さあ、福岡初日が始まります。やばい、かわいい、みんなお揃い。かわいい、かわいい、ひなたちゃんのデスです。はい、ということで福岡1公演目、ちょっと初でちょっとね緊張しますが、はい、楽しんでいきたいと思います。頑張ります。レッツゴー。頑張りましょうね。福岡のプレファン見終わりました。皆さん楽しかったです。ありがとうございました。もうね、照明も音響もすごく良くて、お力を貸してくれた学生の皆様にも感謝ですし、学生の皆さんは私たちと本当に同年代なので、お互いに刺激を受けて、はい、楽しかったです。次は東京です。楽しみたいと思います。まだまだこの Vlog 見てね。バイバーイ。はい、ということで今から2部のクイズを書いていきます。私はあと2あ、あと1個考えればいいのか。アイスクリーム入ってるよね、みんなハート。嫌なの入ってない。これハート、うん、羽。あー、じゃあダメやん。だから×にすればいいんじゃない。あー、なるほどね。アイスクリームのメンバーみんなのサインにはお揃いでハートが入っている。で、バツ。1、2、3、あと1個。レベル19の福岡公演でユナファミリーから入った差し入れはタピオカである。あー、バツね。正解はわらび餅ジュース。うん、あれ飲みたい。私は書き終えました。あ、でもいいのか、わらび餅ジュースである。いや、タピオカであるがいいんじゃない。私は終えました。準備したいと思います。こんな感じで私たちですら YouTube とかを振り返りながら考えてます。当たれてる方が今までいることがすごい、本当にすごい、ありがたい。いつも
見てくれてありがとうございます。だってさ、このメイキングからもさ、うん、今後さ、また問題とかが出てくるかもしれないじゃん。うんかったですね。クイズも熱戦が繰り広げられました。だいぶ熱戦が。確かに。はい。ひなたのネイルの長さも。あ、ごめん。そう、めっちゃ面白かったです。あの質問。質問の面白さにより盛り上がるのもね、うん、なかなかポイントだと思うのでね。もうあと大阪しかないのが寂しいですが、ちょっと大阪の皆さんも盛り上がり、関西魂がね、あると思うので、関西のね、皆さん、待っててね。みんなかましてや。声聞かせてね。みんな声聞かせてや。ということで、大阪も頑張りたいと思います。待ってます。東京ありがとうございました。はい、おはようございます。本日は、アイスクリームプレファーミーティング in 大阪ということで、もう早くもファイナルとなってしまいました。早いね。いやー、もう、まあ、今日当日ですね。大阪に今到着しまして、あの準備をしているんですけれども、今日はみんな何のひなセンスの T シャツをとキャップをかぶるのか、そしてどんなクイズが出るのか、最後までご覧ください。早速ですね、今回もクイズの方を考えているんですけれども、実際にもう2問思いつきました。じゃあここでこれを見てくれてて、大阪の第1部に来られなかった方への質問じゃなくて丸バツを出題します。でれん、アイスクリーム Vlog シャープ2で私たちは牛タンゲームをしているんですけれども、その牛タンゲームを動画内で1回もゲームをしているんですけど、その動画内で1回もゲームをミスってない人、間違えてない人は日向である。丸か×か。これは私の意見に関わってきますからね。2回やったんだよね、はい、動画内では。で、2人おミスをしていたんですけれども、決まりましたか、丸か×か。まあ普段日向しっかりしてますからね正解は×でございます。珍しくね、ひーちゃんがね、あのいろいろ多分ゲームを真剣にやりすぎてたがゆえに、多分多く言ったんだよね。意外と間違えそうな私がその動画の時は間違えてなかったっていう、ちょっとこうイメージ的にはもしかしたら意外ちょっと迷う問題かなっていうね。まあ、ユナはいつも通り一生懸命ゲームをやって、ちょっと途中で間違えるっていういつも通りのユナをしてるので、ぜひ携帯のゲームを見たよ。そう、ぜひねシャープ2ご覧ください、アイスクリームで。てな感じで今日もいろいろ問題をね、一部と二部分考えていきますので、 Vlog 最後まで見てね。これにします。めっちゃ簡単だと思います。私アイスクリームユナは大阪府出身である。丸か×か。おー、私的にはもうとにかくたくさんいろんな先生方の、うん、SNS とかで気になった先生方のレッスンをたくさん受けに行ってみて、うん、多分フリーを教える速度がめちゃくちゃ速い人とかもいるんですけど、それにこう苦戦しながらこうしがみついていったら自然とダンスも上手くなると思いますし、こう覚える速度が速くなっていくのが多分実感できると思うんで、好きなものを見つけれそうだよね。そうだね。とかもし K-POP とかの踊る子たちが好きだったりとか、もちろん日本のダンサーさんでも海外のダンサーさんでも映像をねたくさん見て、憧れてるダンサーさんの踊ってる姿とかめっちゃ見たら、うん、あ、私もあちょっと表情だけでも変わるんだなみたいなありそうなので、うん、私はそれをおすすめします。うん、はい。
思いつきました。私ユナがインスタで、私ユナが20歳の誕生日のインスタの投稿で持っていたケーキはフルーツタルトである。丸か×か。バツです。ショートケーキでした。ちょんちょんと書いております。また決まったら発表しますね。バイバイ。くれた方にはこのパスをお渡ししてるのですが、皆さんどうでしょうか。このパスすっごい可愛いですよね。ちゃんとねこの日程とかも入ってて、ぜひこの奥手というかこれを持ってる人はこのファンに来たという証拠になりますね、こちら。ということでまたできたらいいですね。またやりたいね。超楽しかったです。超楽しかった。またファンミできたらいいなと思うので、はい、私たちも頑張ります。楽しかったですか。イエイ。楽しかったですか。イエイイエイ。いっぱいコメントしてね。はい、ということでここからは引き続きガル酒のコラボもあるので皆さんぜひお会いしましょう。ありがとう。またね。東京に帰ります。